大韓民国空軍は大韓民国国軍を構成する大韓民国の空軍組織である。基本的に大韓民国の防空識別圏内の防空任務のほか人道支援活動、有事の際の支援が主要任務となる。以下本校では韓国空軍と呼称する。1950年6月27日、米軍より10機の P-51 を受領し、 説明を受ける韓国空軍要員韓国空軍には約6万5000人が所属し約790機の航空機が配備されている。1945年の大日本帝国の敗戦により日本による朝鮮統治が終了し帰国した航空関係者約500人が韓国航空建設協会を結成して航空部隊の建設を建議したが アメリカ軍は認めなかった。そこで、東英部情報局長代理の金英官が交渉した結果、1948年3月に陸軍の一部として経費交代の創設を認められた。1948年4月に金定列、木藩州、蔡陽徳、李英主義、李根石、張徳省、金英官の7人が、航空幹部要員として、 不評学校に入学して1ヶ月間の基礎軍事教育を終えた。5月1日に警備士官学校に入学して2週間の教育を受けて5月14日に少位に任官した。そして第一旅団司令部に航空部隊を創設し、司令官はシラニーが就任した。9月4日にアメリカ合衆国より10機のパイパー L-4 グラスホッパーを寄贈され、翌5日に 朝鮮警備隊が大韓民国陸軍に改編されると自動的に陸軍航空隊に解消された。そして15日に初の編隊飛行を行った。しかし L-4 型連絡機では航続距離が短いため1948年末までに L-5 型偵察用連絡機10機が導入された。さらに1949年1月には 陸軍航空学校を設立した。L-5 型連絡機の購入を機に、航空首脳部は空軍の独立を提唱したが、連絡機20機だけで、しかもアメリカ空軍でさえ独立してから1年余りしか経っていない時であったので、顧問団長のロバート淳将は、次期少将、参謀総長の斎平特少将は、空地共同の建前から空軍独立に反対した。 そこで、金定列が、李正万大統領と、サルセイカタギ国防部長官らに直接訴え、再平徳に必要に解き、1949年10月1日に、現在の韓国空軍が正式に発足した。その後、1950年に、朝鮮戦争が勃発した際、北朝鮮がヤコブレフ役マイナス9やラーボチュキンラマイナス7を、当時のソビート連邦から輸入し、 朝鮮人民軍空軍に導入したことを受けて、P-51D マスタングをはじめとする110機を導入、アメリカ空軍からもパイロットが派遣され、軍事規模を拡大して行った。さらに1960年代から1970年代になると、北朝鮮の脅威から、回 -86 や海 -5、海 -4 といった戦闘機も配備されていき、 1990年代には、16 k -16KF-16、2000年代には、k -15E の韓国型であるカイ15 k -15K が導入される等の近代化が進行している。KT-1 や T-50 といった練習機を国産しているほか、KFX 計画として国産戦闘機も検討されている。2003年には、 南部戦闘司令部と北部戦闘司令部が設けられた。これらは2015年にはそれぞれ空中戦闘司令部と空中機動偵察司令部に改編された。カラス山ソウル水原手口線公衆水産、軍山空軍基地空軍参謀総長の指揮する空軍本部に次の組織が所属する。その他、パトリオットミサイルやミン -23 ホークも装備している。 AB 6.25を戦争し、第1巻。国防部軍事編纂研究所。ピアニッシモ、358、2017年4月8日、閲覧。ワールディフォーセス2016フライトグローブルちなみに、よく軍事系サイト等で誤解されがちであるが、このスラムとは、貧民屈を意味するスラムではなく、激しく叩くことを意味するスラムである。ありがとうございます。